伊賀流のいずれ天下の覇者たら。獲物も取り戻したし、よし、準備完了だ。一刻も早く、毛利の屋敷を抜け出すぞ。檻から鹿が逃げ出したか。皆、奴を野に放ってはならぬぞ。平凡狙い通り参った。みんな、襖を閉めよう。めっさくそ、閉じ込められたか。奴らを倒して、脱出しよう。鹿之助が策を実行に移したようだ。俺も続かねばな。孫の逃がすか。今すぐ引っ捕らえろ。みんなも脱出を始めたみたいだ。俺も手助けに行かないと。開門。ここからは出られないみたいだな。他の脱出口を探さないと。鹿の捕獲は未だならずか。好き方がやばいのと。形がない。俺よりは共に参ろうぞ。みんなで生きてここを抜けよう。よし、やるぞ。開門。中庭の防備は特に厚い。正面突破は困難だろう。おい貴様、ここで何をしている。早速見つかった。さっさと倒して出口を探そう。見つけたぞ、山中鹿之助。やつを捕らえる。中庭の兵をこちらによこせ。うわ、火星を呼ばれたか。ちょうどいい、この機会に敵の戦力を削っておこう。待てよ。開門。恨まば恨め。ここは引こうかあるまい。めっさく。よし、これで少しは動きやすくなったかな。開門。北方に敵の気配を感じる。倒しとかないと脱出の邪魔になるかもな。高君、後の指揮はお主に託そう。わしは一度引く。わかりました、父上。この高影に万事お任せください。観念せよ、おとなしく捕まるのだ。牢には戻りとうない。大変だ、仲間が連れ戻されそうに。急いで助けよう。我らはこの時を待っていた。共に行こうぞ、鹿之助。開門。狙い通り、中庭の敵数が減ったな。これなら突破もわけないかも。
無意味な抵抗はやめなよ。私が檻へと送り返してやる。恨まば恨む、意地は見せたわ。もうよかろう、意地は見せたわ。もうよかろう。なんと見事な。我が術天下無双なり。これ式で終わると思うなよ。よし、今のうちに中庭を突破するぞ。開門。来たか弓兵よ。やつを穴ぼこだらけにしちまいな。すごい矢の雨だ。俺は諦めない。とにかく敵を倒して回廊を抜ける。回廊仲間が助けを求めてるのか。待ってろ、今向かうからな。開門。すまん。さて次の手はどうするかな。貴様、おとなしく直目にかからぬか。鹿之助と共にこの血を抜けるまでは決して屈しはせぬ。抜けてみよう。仲間を連れて行かれてたまるか。助けるぞ。お前の勇気にわしらは奮い立たされた。感謝しておるぞ。覚悟せよ。ああ、大変だ。このままじゃ使っちまう。今西の方から声が聞こえたような。こうも簡単に引っかかるとはな。山中鹿之助、貴様はここで終わりだ。偽物だと。毛利のやつらめ、どこまで卑怯なんだ。勝利のため知ってください。あなたの気質を熟知したおじい様に打てぬ策などないのです。俺の動きは全部読まれてるってわけか。つくづく油断ならないじいさんだな。今は引きます。ですが次こそは必ず。おお、助かったぞ。私も共に戦わせてくれ。開門。出口まではきっとあと少しだ。さあ行くぞ。囚われていた雨子の将は全て揃った。これも鹿之助の助太刀あってこそだ。いや、みんなの勇気あってこそだろ。ここを無事に抜けるだけ。蹴取られた。かくなる上はお命ちょうだい。抜けてみよう。開門。そうやすやすと逃がすものか。私たちも檻を甘く見るなよ。敵もなりふり構わずやってきたか。みんな、ここが踏ん張りどころだ。
目障りなんだよ。お前もアマゴも毛利の繁栄のため一刻も早く消えてくれ。ここまで鹿之助に助けられたんだ。今こそ我らも鹿之助を支えねばな。しかり私たちの結束の強さを毛利の将来に知らしめましょうぞ。父上、力及ばず申し訳ありません。開門。受けてみよう。我が術、天下無双なり。開門。出口だ。よし、ここから抜けて。甘いわ。逃がしはせぬぞ、鹿よ。出たな、じいさん。いい機会だ。ここであんたを倒して、アマゴ最高を早めてやるよ。調理条件変更。どこを見ている。ほう、旅衆をすべて解き放つとはな。しかもやりよるは馬の分かりの悪い鹿めが、うちに秘めしきはわし自ら砕いてくれるわ。始末。お主がどれほど奔走しようとも、もはやアマゴは起こせまい。黙れ。そんなザレ言を信じるものか。俺は毛利を倒して必ずアマゴを再興する。つくづく強情な鹿よの。だがこれで一つ明らかになった。お主の執念は正しく毛利の脅威たりえる。次こそ必ずや勝ってみせよ。取り逃したか。まあいい、今はここを抜けるのが先だ。